ドラゴンボールゼノバース2を、遊んでくださった皆様、お久しぶりです。ゼノバースプロデューサーの平野と申します。今日はですね、まずはお礼を、発売して約1年半ですね、遊んでくださった皆様、本当にありがとうございます。そしてちょっと今日は一つ、発表したいというふうに思っています。というのもですね、発売前ですね、発表の時にですね、このゲームは、1年間、発売してから1年間運用していきますというふうに宣言をさせていただきました。まさに皆さんにですね、こういった形で遊んでいただいてくださってますし、評価いただいたことによってですね、1年を超えて約1年半、運営し続けて、これております。ひとえに皆さんのおかげかなというふうに思っております。ただですね、その場で、1年というふうに言ってしまったので、ここでもう新しい展開ないかなと、もうゼノバース2は終わりかなというふうに、不安に思われてしまっているかなというふうに思いまして、ちょっと早めにこういった形で発表させてきました。ゼノバース2はですね、これからも、新しい展開を予定しております。キャラクター含めた、いろいろな DLC、そして、まず目指していきたいのが、通信対戦環境ですね、改善。そして、いろんな、技を使えるようなですね、バランス調整含めて、無料のアップデートも予定しております。より戦いやすいですね、環境。そして、いろんな技が使えたり、いろんなキャラクターを使えたりするようなですね、オンラインの、ルール整備、そういったところも含めてですね、ゼノバース2はまだまだ頑張っていきたいというふうに思っています。というところで、引き続き、ゼノバース2、そして、もちろんですね、ドラゴンボールファイターズ、両方ですね、ジャンルは全然違いますけども、だからこそですね、幅広いドラゴンボールファンの皆さんにですね、愛されるようにですね、独自の発展を遂げていって、長く遊んでいってもらいたいというふうに思っています。というところで、ドラゴンボールゲームシリーズですね、引き続きよろしくお願いいたします。